どうも、シャタ農園のシャタです。今日はですね、ハウスの外に来てます。というのはですね、目の前に見えてるかと思いますが、見えてますかね。だいぶ傷んだ白菜ですけど、今回は白菜を収穫していきたいと思います。なんで白菜なのかっていうとですね、キムチを、白菜キムチを、これから、皆さんのと一緒にですね作っていきたいと思うんで、何回かに分けて投稿していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。でですね、ちょっと久しぶりにちょっと見に来たんですけど、結構鳥につままれたりとかですねしてて、まともな白菜キムチができるかどうかちょっと自信がなくなってましたが、とりあえず、大きそうな、白菜、白菜をですね10個ぐらい取っていきたいなと思います。とりあえず、これ、この、そうだ、最初にこの包丁なんですけど、わかりますかね、ちょっとこう曲がってますよね。左曲がりですね。はい、これでですね、こういう形で根っこを切っていくと。特にこの特殊なハサミって言ってた、これ、ダメだな、もう世も末ですね。包丁です。で、白菜とか、あとキャベツとか、こう、なんだろう、こう切りやすいような形状をしているということで、もう何年も使ってますけど、僕の場合、白菜だけじゃなく、ブロッコリーとかも全部この包丁使ってます。こう取れましたね。ただ相当痛みも出てますんで、こういう傷んでるところは、剥がすんですが、どこまで剥がすんですか。でですね、見てください、これちょっとちっちゃすぎて見えないかもしれないですけど、アブラムシがいっぱいいるんですよね。一応去年、暮れから、騒がれてたんですけど、そしてアブラムシが白菜の中で、年を越してしまってるんですよ。通常であればこんなには湧かないんですけど、ダメですね、結構向かないと、白菜の中に、いますね、まだいます、います。そうだったんですけど、こんなんで、あとは多少洗えばいっちゃうかな。どうですか、アブラムシ入りの白菜じゃない、キムチ食べたいですかね。いやー、ちょっと食べたくないですね。こんなぐらいまですればですね、アブラムシもほとんどいない、いる、いや、とりあえず、この収穫用コンテナに詰めて家に持って帰ります。あと、こんなちっちゃいんだと、でも10分ぐらいでいいかな。じゃあこれも1,2,3ですね。これも大変なんだ。うわー、草の方腐ってますね。腐っちゃって、そしてアブラムシ、なんだこれ、見えます、これ何ですか。なんかの幼虫ですね。いやー、参ったな。これは、でも味には自信あるんで、味でカバーって感じですかね。だいぶいいですね。はい、じゃあこれをちょっと、バナナが入ってますね。あららら、無事、すごいですね。人類初じゃないですかね、白菜の中からバナナが入ってる。はい、次、隣がいい感じですね。1,2,3、これは結構いいかもしれないですね。でも、アブラムシが見えます、これ。虫嫌いの人ごめんなさい、本当に勘弁してほしいですね。余談なんですけど、このアブラムシをですね、取って捨ててもいいんですけど、まれにですね、体にくっついたまま、そのままハウスとかに入っちゃうとですね、ハウスの中のキュウリちゃんにアブラムシが、取り付いてしまってですね、大変なことになります。なので、もうこれ白菜収穫したら、ハウスには今日はというか、一旦家に戻ります。で、着替えてまたハウス内で作業しようと思います。で、3つ目、はい、3つ、1,2,3、白菜、ちょっとくしゃみが出ます。で、そうだ、キムチ、白菜キムチなんですけど、人によってはですね、市販されてるキムチとか添加物がいっぱい入ってるから体に良くないなんて
話もちらほらなんで、それで僕じゃあ自分で作っちゃおうってことで、去年の秋からですね、白菜自分で植えまして、種から植えて、で、ネットとか、あと、でですね、材料、なるべく無添加のものを、仕入れまして、1、2、3、作るようにしてます。で、結構ネットとかの本格キムチのレシピとかで、を見てですね、作ってみたんですけど、難しいですね。いろんな方に食べてもらったんですけど、みんな言うことが違うんで、で、あと一つ、キムチって、特に本格キムチ。キムチって、酸っぱいんですよね。で、酸っぱさは何から来るかっていうと、白菜の中に含まれている乳酸菌、野菜の乳酸菌ですね。これ油分子少なかったな。乳酸菌がですね、これで1、2、3、4、5、熟成、発酵するとですね、ああいう酸味を帯びてくると。で、ちょっとつけて、何度かつけてよかったんですけど、大体に10日から2週間ぐらい、涼しいところで1、2、3、置いといて、作ってから置いとくとですね、10日から1週間で、酸っぱくなってきますね。これもいるな。で、僕個人的には酸っぱいキムチ好きなんですけど、どうか皆さん酸っぱいキムチもキムチとして認めてあげてください。むしろ酸っぱいキムチが本当のキムチなんです。スーパーとかだと結構日本人好みの味付けになってますけど、違うんですっていうことをちょっともう一度再認識していただけると、こっち作る方がもうですね、助かりますね。で、7ちょっと置いといて、7、で、白菜以外にもですね、大根もうすでにコンテナに詰まってたと思うんですけど、大根も材料になりますんで、これもやっぱり自分で作ったもので、キムチの材料と。1、2、3って、これ1、2、3とかやってるから数がちょっと分かんなくなって、8で9ですよね。で、そう、ですね、キムチ作っててですね、ニンニクを結構入れるんですが、結構ニンニクは、あと唐辛子の量ですね、少なめの方が、多くの人に好まれるのかなと。実感しましたね。なので今回はキムチ少なめ、ニンニク少なめで、実際は10、次、ラストですかね、10、10個目、これ、こうなってきた、あ、やばい、10個目、ワン、ツー、シー、あ、これ、あー、うわ、虫だらけですね。すごい。で、余談なんですけど、私、ご当地、ご当地じゃない紅しぐれ大根っていうのも今年もちょっと増量して作ります。で、それを原料に、桜大根ですね、駄菓子屋にあると思うんですけど、赤くて、厚く切った、大根で、甘酸っぱくなってるやつですね。子供の頃に私も食べたんですけど、あれはぶっちゃけ添加物と着色料で体に悪いと思います、なのでそれも自分で作っちゃおうってことで、で、紅しぐれだ。これ何この白菜、もうどんどんハゲてくよ。これで10個ですかね。持って4つの手の話を聞きました。3、4、5、9ですね。これで9個、あと1個。そう、桜大根も、作ります。なので、でもできるのは、今年の11月とかもなっちゃいます。なので、知る人ぞ知る激うま桜大根も乞うご期待していてください。はい、これで10個目見ました。これ大根です。相当霜で、葉っぱが霜げて、ちょっと腐れとかも入ってるんですけど、大丈夫ですよ。はい、ということで、キムチの材料となる白菜を、の収穫を完了です。あ、っていうか、これ、
応バナナ、はい、食べます。ということで、今回この辺にしたいと思います。シャタ農園のシャタがお送りしました。それじゃまた。